こんにちは。染谷のひろこです。染谷の松本です。はい、いつも染谷 TV をご視聴くださいましてありがとうございます。さて来ましたね。さてじゃあこの豆腐屋クチン、はい、この企画の説明をじゃあぜひひろこさん、はい、お願いします。はい、豆腐屋クチンはですね、こちらの江戸時代の豆腐屋クチン、こちらを紐解いていくというコーナーでございまして、はい、こちらの豆腐レシピを現代版のこちらの、はい、こちら現代版ですね、はいはい、こちらと合わせながら、どんな料理なのか2人で作っていくというコーナーでございます、はい、で100品ということで100シリーズ。そうですね、100シリーズ、はい、でいろんな中にもいろいろと、はい、こういろいろ分かれてますね、はい、貴品とか名品とか、はい、で今回は、はい、全くひろこさんは何を作るか知らないということで、はい、そ最近そんな感じです前回からですね。今回はですね、絶品の絶品いくんですか、はい、いきなり絶品ですか。絶品の98番、はい、98番、ちょっと雪系雪ゲメシ。あ、正解です。雪ゲメシです、はい、雪に消すにあの飯、ご飯の飯で雪ゲームし、イメージ的にはこんな感じですね、うん、へえ。この商品名に惹かれて僕は今回選びました、うん、こんな、ほう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 、こんな感じですね、はい、ものすごいちょっとおしゃれっぽい名前で、なんとなく結構書いてありますね。なんとなくイメージつきます。はい、100なんですかね。うどん豆腐のごとく切って、はい、なんか前しましたよね、うどん豆腐前、はい、作りましたね、はい、あ、懐かしい。そうです。温めて、やっぱ大根っていう感じがもう、はい、思いっきり出てますね。昔からね、大根は大根の、はい、そうですね、大根を使いますね。ゆっと、あ、ご飯が出てきそうです。飯って書いてます。そうですね、雪ゲメシ。大根とご飯と、はいはいはい、豆腐の、はいはい、そうです。どうにか料理がしていくということですね。楽しみですね。楽しみな、ちょっとあれですよね。はい、はい、作ってみたいと思います。じゃあ早速キッチンに行きますか。はい、はい、では、行きまーす。じゃあ、はい、今日使うすべての道具です、はい、またシンプルですね。シンプルですね、本当に今回は、まあ、道具の方がなんか多いような感じなんですけども、うん、じゃあ材料から、はい、こちら、はい、これはぜひ広くたんで染谷の美味しい絹ごし豆腐です。とっても美味しいんです、はいはい、あとよく家庭なんかで残したご飯なんかをこうラップにしたら冷えたご飯で構わないんで、冷えたご飯が、はい、ご飯ですね、はい、あと大根おろし、はい、でこちらが、日本酒ですね。でこちらが醤油、でこちらが昆布で取った出汁ですね、はい、あとは本当に材料こんだけで、どうぞこれはもう最近ちょっとご無沙汰してます、ね、ご無沙汰した網じゃくしでございます。網じゃくし、これはやはり江戸の時代からね、はい、使われてたんでしょうね。あったんですね、おそらく、ね、あったんですね、はい、でも本当に使い勝手が良くて、良くて、よろしくお願いします、はい、よろしく、はい、ということで、こちらで先ほどの絶品の98番、はい、雪ゲメシですね、雪ゲメシですねを、はい、ぜひひろこさんに作っていってもらえればと思いますんで、はい、お願いします。じゃあこちらですね、はい、ではおなじみの豆腐マイスターの先生から聞いた豆腐カッター、あ、いいですね、またこちらで、どう、お、これやっぱスースーいって、あ、いきますね、気持ちいいんですよね、なんか、全然力入れてないですか。力は特に、はい、ないです。うどん豆腐のようにいきます。はい、懐かしいね、これね、懐かしいですね、このシーン、はいはい、結構100品ありますよね、前に作ったものが出てくるっていうのは、ね、意外に、でこうやって、はい、うどんのように細長くということです。おー、行きました、はい、はい、おー、いい感じですね、美しいうどんが、懐かしいですね、なんかこの、懐かしいですね、はい、なんか原点というか、原点ですよ、100珍の原点ですね、100珍の原点はここから来てる、はい、はい、あっと、は
あれあれ見なかったことはい。はい、では昆布だしが沸きましたので、はい、じゃあお酒と醤油を入れていきます、はい、合ってますか？まあまあそんな感じ。まあ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 、そこまでそこまでなんかこう書いてなかったですね、現代版でも。はい、なんかこれをそうで入れるような、はい、うどんに見立てた感じで。あ、なるほど、そっかそっか、はいはい、じゃあこちらの網じゃくしを得意の使います。いきます。おおすごい。でもいい感じですね。いい感じですね。うん、はい、そしてまた少しじゃあ温めるという。はい。まあ温めて時間がつって、もうあとは。美味しそう。ケチャップ。ああすごい。うどんですもん。うどんですね。うどんのようなもん。ちょっとこのまま失礼して。いっちゃってください。はい、おおすごい、はい、はい、入りました。はい、はい、そしたらそこに順番的にですか、そうです。あ、なんかもうこの時点で確かにお酒を飲んだ後に、なるほど、なんか胃に優しい体に染み渡る感じですよね、はいはい、で、その上にご飯ですか、はい、初めての経験、はい、はい、ご飯なるほど、雪毛飯、雪毛飯、雪毛飯で出来上がりました。じゃあ早速、じゃあさあ試食行きましょう。あ、これ楽しみですね。はい、はい、出来上がりましたね。楽しみですね。いただきます。それぞれです。私はチョコ豆腐から。うん、あー美味しい。あー美味しい。あ、美味しい。あ、優しい味っすね。豆腐も、あ、豆腐うどんがすげえ。ねえ、うん、何これ、すごい。あ、いやちょっとやっぱこの間使ったうどん豆腐とはまた違う。違いますね、全然ご飯と少しね、あのね、あ、うん、似ているっていうのもある。すごい、これ一手間ね。そうですね、そう一手間ですね。うん、うん、あ、確かに豆腐が生きてますよね。生きて、確かに生きてそうなんですよ。すごい生きてますね。そう、そんな感じ、そう、生きてるって感じ、はい、すごいすごい、うん、でここにじゃあしそをちょっと足して、うんうん、これ絶対だと思うんですよね。お届けしております。はい、はい、そうです。しそでしょ、これはいいね。これはいいっすね。いい音ですね。うん、うん、美味しい、うん、しそいいです、合ってます、合ってますね、合ってますね、合ってますね。薬味必要ですね、また、うん、あるとまた二度美味しい、うんうん、はぁ、いいですね。これはすごいっすね。また江戸の方に、人々に感謝というか、また本当にもう名前がおしゃれですよね。おしゃれだし。何でしたっけ？雪毛飯です。おお、雲じゃないですね。雲じゃないですよ、今回は。美味しい、うん、いやーすごい、いやー美味しい。これ本当に多分この量でも全然一人でいけますね、うん、こんだけ優しいと。いやーよかった。うん、綺麗に見ておりますね。いやもう完食ですね。これは美味しかった。いや、これはひょっとしてもちろん、いや、もちろん成功ですかね。成功ですっていうか、成功に違いないというか、成功に違い、成功ですね。成功です、はい、ありがとうございます。盛り上がっちゃって。絶品の98番、はい、98番雪毛飯です。成功です。ありがとうございます。ありがとうございます。